山西禅次郎は、大阪府大阪市大与独出身で、出羽の海部屋所属の元大相撲力士。本名は、山田禅次郎。最高位は、東関分け。現役時代の体格は173センチメートル、107キログラム。魚屋の次男に生まれ、関西大学専門部に進んで学生相撲で活躍。大学を中退して、同郷の横綱大西式部。 一郎をした手ではの海部屋に入門した。四個名の山西樹は本名と大西樹の中から一文字ずつ取ったものである。1917年5月場所に初土俵を踏む。その後1922年1月場所20両に昇進して2場所で通過。1923年1月場所で新入幕を果たす。1927年10月場所で 自己最高位の関分けに昇進したのを、はじめ常に幕内上位で活躍、前頭5枚目で迎えた1930年5月場所。では3日目に、新大関玉二に初黒星をつけると10日目に、横綱宮城山も破り11戦全勝で、平幕優勝を果たし、同時に平幕全勝優勝の第1号となった、学生時代から推し一本槍の取り口。 手足が鋭く諸突猛進という言葉がぴったりだった。ぶちかましの旅に花を痛めるので、ついには医者に頼んで微骨を削ってしまったという。立ち合いの駆け引きにもたけ、玉錦などは山錦がなかなか手をつかないので、苛立つうちに先に立たれ押し切られるなど、一勝四敗と苦手にした。また宮城山にも強く、すべて金星での三連勝を含む七勝六敗と、勝ち越した。 幕内通算成績も勝ち越しており、昭和初期の各界における実力者だったと言える。しかし1932年1月の春十円事件で、関脇天竜、大関大の桜と共に相撲協会を脱退し、新興力士団に加わり、関西相撲協会では、明晰な頭脳を買われ、天竜の参謀格となった、大阪出身で地元に講演者を持っていたことが、 天竜一派が大阪を地盤とする上で役立ったとも言われる。1937年12月の解散まで天竜と行動を共にした。山西樹は脱退力士の教会起算に奔走したが、後の娘の証言によると弓引き役となった自分は絶対に戻ってはあかんと思ったとのことであり、1938年頃には相撲から身を引いた。その後は、 山西旅館やプラスチック工場などを経営した。くしくも山西が亡くなった翌日、同じ学生相撲出身の関脇和島が1972年5月場所で幕内初優勝を果たした。大学出身者の幕内最高優勝は山西木以来42年ぶりのことだった。また、大阪府出身の幕内力士の優勝は1930年。 5月場所で山西樹が達成して以来耐えて、久しかったが、2016年9月場所で、出羽の海一門の境川米屋に所属する、合栄道後太郎が初優勝を決め、山西樹以来、実に86年ぶりとなる、幕内最高優勝となった。ありがとうございます。